皆さん、おはこんばんにちは。うぷ主です。今日は、アニポケ、マスターズトーナメントで、私たち視聴者が本当に望んだ展開について、お話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。はじめに諸注意ですが、これはあくまで、過去作品を見てきた私たち視聴者、という意味なので、今作を普通に楽しんでいる方は、視聴を控えることをお勧めいたします。なるべく、否定的な言葉は出さないように、注意していきたいと思います。暇つぶし程度に、視聴していただければ幸いです。それでは、始めていきます。最初、このトーナメントが開催されると聞いたとき、正直不安半分、ワクワク半分でした。そして、対戦カードが確定し、発表されたときは、驚きました。まず、周りがチャンピオンとかしかいない中でも、その中に入れるアランは、すごいなと思ったのが、初めの感想でした。それと同時に、あれ、なんかデキレース感すごくねと、この時点で感じてしまっていました。あと、8人だけというのも、盛り上がりに欠けるかな、とも思いました。それに、過去の冒険の集大成なのに、サトシは過去ポケ使わないんかい、というツッコミも、してしまいましたね。皆さんが怒ってらっしゃる原因は、トーナメント対戦カードの、否めないデキレース感と、集大成と歌っているのに過去ポケを、使用しなかったりするところですよね。あとは、過去キャラの扱いが雑とか。まあそれは、このトーナメントに限った話ではなく、新無印シリーズ全体に言えることなんですけれども、皆さんが望んでいる展開は、過去のライバルと再戦し、サトシがギリギリで、勝利して過去の無念を晴らす、そしてサトシは過去ポケを使用し、チャンピオンなどの強敵に勝つ、これが理想ですよね。冷静になって考えれば、サトシが新無印の手持ちポケモンを、下げるようなことはしないと思うんですが、集大成と歌うなら、過去のポケモンたちの活躍を見たい、そう思ってしまうのも当然のことだと思います。そもそも過去キャラや、人気のあったキャラを、雑な扱いをしてしまえば、炎上してしまうのは、もう当然だとしか言えないです。ダンデとサトシを戦わせたいのであれば、わざわざこんな大舞台用意しなくとも、いくらでもやりようはあったはずなんです。なぜか今作のサトシは、ダンデさんしか言わなくて、対戦相手への敬意が、全く感じられないんですよね。BW 準々決勝のサトシの方が、まだマシでしたよね。なんか、言い方悪いですが、子さんの肩を釣ってるみたいな。そんな感じがしますよね。過去のキャラや、人気キャラが出るとなれば、それはいろんな人が見てくれると思います。バトルも1回戦は3対3で、セミファイナルだけフルバトルなんですよね。なんか、そんなにサトシとダンデを、目立たせたいのって思ってしまいました。全地方を巡ろうとするのは良いんですけど、もう少し話の構成なんとかできなかったのかな、というのが正直な感想です。過去キャラの扱いも雑にしないでほしいです。皆さんは今のアニポケについてどう思っていますか？ぜひコメント欄で教えてください。今日の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。